はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでごたんですよね。ねはい、おてって可愛い,いですね。ミケタンね、ピンクですよ。ピンク。ね、昨日、お爪を切ったんですよね。ミケタンのね。ミケタンいつもね、もうブーブー文句言うんですよね。お爪切るときに。<laughs> はい。はーい。えーと、皆さんどうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、いよいよ10月でございますね。値上げの月10月となります。 はい、えー、一応ね、記事になるほどです。はい、えー、ヤフーニュースの記事になるほどなんで、まあ、すごい値上げですね。えー、あと、まあ、食品以外にもね、えー、いわゆる、まあ、銀行の手数料とか、U パックが一律なんか10%ぐらい値上げするみたいですね。はい、まあ、値上げ値上げの値上げの嵐でございます。はい。えー、まあ、そういうことで、わ、我々、あのー、生活もね、いろいろと、お なんていうのかな工夫してやっていかないといけないところが、あいっぱい出てくるということですね。でふる、ふるさと納税ですね。ふるさと納税なんかも、これ、ちょっと私はやってないんですけどね。えー、返,礼品返礼品が欲しさにね、やる方いら,いらっしゃるんですけど、これからね、 なんか、あのー、ふるさと納税して、えー、半分ぐらいが今までね、返礼品の額だったんですけど、えー、それがね、なんと送料合わせて半分になるようで、えー、返礼品少なくなるようですね。はい、いろんなところに及んできております。はい。でもってですよ。でもって、なんと、 これ10月だけの話じゃないんですよ。11月の値上げ。もうほぼほぼ今、まあ出ております。はい。出ております。実は。ちょっと調べたんですけど。まあ、この前ね、値上げしたばっかじゃんっていうのが、はい。えー、実はこれね、えー、9月にね、もう値上げしてるものがまた値上げです。再度値上げです。はい。 えー、11月は何が値上げになるかっていうと、乳製品全般ですね。乳製品全般。はい。この前値上げしたばっかりなんですけど、また値上げです。はい。えー、で、えー、まあ、お菓子とか、あとね、えー、いわゆるタレ類ですね。タレとかドレッシングとか、そういったものもね、また値上げです。はい。また再度値上げです。そしてですね、 えー、ジャムなんかも今度はまた値上げするみたいですね。すごいですね。もう11月のがあ、もう出てきているところもぼちぼちあります。11月これだけ値上げしますよと。はい。で、10月これがね、後半になってくると、またさらにね、11月値上げされるのが増えるでしょうね。どん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 、値上げ、値上げ、値上げでございます。 はい、えー、そういった中でね、我々は何をすべきか。もう答えは出てますよね。はい、えー、買えるものは買って、えー、備蓄しときましょう。 はい。悪くならないものですね。油とかね、塩とか、お酒とかね。あと、まあ,あ、いわゆるみりんとかね。まあ、調味料類はね、ほぼほぼね、えー、悪くはなりませんので、そんなに簡単にね。えそういったものは、あまあ、備蓄しておくこと。あと、主食類ですね。はい。えー、まあ、10月になってみないと見えないところもあるんですけど、結構ね、 値、えー、上がりしてるんじゃないかなと思います。はい。まあ、本当に顕著になってくるのは、あまあ来年からですね、今年後半から、まあ、えー、12月ぐらいからね、これから来年にかけてはものすごい値上がりがするでしょうなぁと思って、これも見ております。もう11月のがね、すでに出ているという時点で、はい。もう、もう目に見えてますよね。さっきどうなるか。 はい。先どうなるかわかりますよね。もう11月の値上げで検索すると、まあ、あ11月に値,が値上げするものは何みたいなね、Yahoo の、Yahoo じゃなくて Google さんでね、検索すると、おまあ,あ、全部の品目は書いてないんですけど、だいたいこういうものがまた値上げされますよというのが出てきます。 はい。検索か,かければ出てきます。まあ、詳しくはね、またあ、来月の後半ぐらいに11月の値上げされる、まあ、メーカーさんとかね、えー、詳しい内容はお伝えしたいと思うんですけど、もうね、11月にも、またあ、9月に値上げされたものが、また値上げということで、決まってるみたいですね。はい。まあ、 これで必要になってくる、生活防衛。きちんといたしましょうね。もう、もうね、あの、陰の暴論だとかね、都市伝説だって言ってる場合ではありません。はい。えー、向こう側は槍にかかってきてます。はい。えー、サクッと情報ね。で、これに適用できない人たちがもうサクッと情報されてしまうということになってしまいますので、はい。 えそういうわけですのでね、我々は適用して、えー、彼らよりも先に先に、はい、先に先に準備しておきましょう。えー、生き、まあ、生き残る手段としてはね、まあ、それが最善でございます。なので、えもう楽観論言ってる人はもう、この時点で、まあ、無理なんじゃないんでしょうかね。はい、えそういうことです。もう、来月の値上げももう決まって、 ていますはい。えー、まあ、出てきてます。11月の値上げということでね。えー、出てきてます。また乳製品は値上げでございますね。まあ、いろいろと値上げされるんでね。えー、今後ね、えー、値上げがなくなるっていうことはまずないでしょう。はい。こういう中で、まあ、楽観論を言ってる人が時々いるんですけど、まあ、まあ、でもね、考えていかないと本当にいい。 まずいことになりますよ。今のうちにね、まあ、できるうちに準備しといて、あとはね、えー、まあ、備蓄とかでね、えー、必要なものを、おなていうのかな、備蓄なんかで備えてね、買う、買うものをね、なるべく少なくするみたいなね、そういった工夫が大事です。はい。えー、そういう工夫が大事だということですね。はい。まあ、そういうことなんで、えー、皆さんね、よろしくお願いいたします。 とりあえず、こちらのね、ヤフーのニュースさんの記事も概要欄に貼っておきますので、見に行ってください。すごいですよ、本当に。はい、えー、変わりますね、生活ね。はい、えー、皆さんで、えー、まあ、切り詰めて、頑張って乗り越えていきましょうということで。はい、それでは皆さんまた、沖縄おばばでした。はい。ねえ。じゃあ、ですね。はい。ねえ、おてて、バイバーイ、ですね。 見てください。かわいいですね。この、ああ、い用もかわいいですね。あい用もね。はい。